武田さん、アプローチのお悩みって何かありますか？アプローチの悩み、いろいろあります。いろいろありますか、はい、ちなみに何ですか？結構グリーン周り苦手で、そこで何打も打っちゃったりするんですけど。30ヤード以内ですか？そうですね、なんか10ヤード、20ヤード、30ヤードとかの内訳もちょっと上手くないので。距離感ですか？そうですね、一応自分ではこう振り幅とかでやってるつもりなんですけど、うまくいかなかったり。なるほど。あとはお上手な方ってこうポンって上がってると思うんですけど、うん、結構低い球しか出なくて、はい、それでそのままさーっていっちゃったりとか。なるほど、はい、オーバーしたり。そうですね。なるほどですね。なので練習場での練習のコツとか、はい、やったら教えてほしいです。わかりました。じゃあよろしければ一発打っていただけますか？はい、はい、15ヤードくらいを狙って。キャリー15ヤードですね。はい、はい、お願いします。お願いします。うん、確かに低いですね。低いですよね、うん、あのグリーン周りは52度とか50度とか、56はサンドウェッジなんですけど、はい、アプローチウェッジは使わないですか？56と50も持ってるんですけど、50の方がさらに低く出ちゃうような気がしていて、はい、56を使ってますね、全般的に。はい、なのでフルスイング以外は全部私56です。あ、そうなんですか、はい、例えばアプローチウェッジでグリーン周り少しこう転がしてピッチエンドランで、で少し柔らかいボール打ちたいときに56とか、はい、使い分けは今までされてないですか？そうですね、振り幅だけで考えてました。56のもう56で大きく振り幅とか、はい、距離感を合わせるっていう感じ。そうですね。なるほどですね。じゃあもう一方は一緒ですかね、はいはい、もう一球打っていただけますか？はい、うん、なるほどですね。でこの56度なんですが、はい、あの今当たりは結構いい状態です、うん、ボールの手前に、まあ、バウンスがこう落ちて、まあ、ソールですよね、ソールが当たって、でロフトがちょっと立ちながら滑ってポーンと前に行ってるんですね、はい、ですから結構いい捉え方はもうされてます。おー、こう上から打ち込みすぎず、はい、割とこう横から入って、はい、ちゃんとソールが滑って前に行ってるので、はい、かなりいい状態です。こう抜けてるわけではなくて、ボールの手前にこのバウンス角が当たってちょっとロフトが立って、はい、滑って球をちゃんと包み込んで、はい、こう漏れないで包み込んでフェースに乗って前に行ってます。打ててますか？打ててます。ですから結構あのプロ並みにいい捉え方はしてます。全然意識できてなかったですけど、はい、あれもうできてますので直すことはないですか？ただ、はい、低いのが嫌だってさっきおっしゃいましたので。そうですね、56度でもう少しポンと柔らかい球が出て、はい、うん、上げられれば50度で低い球を打つっていう2つの選択肢ができると思うんですね、うん、そうですね、はい、で56度でちょっと高い球に挑戦してみませんか？あの、はい、低く打つときは今の打ち方でいいですので、うん、手前からちょっと転がすっていう、はい、ピッチエンドランを56度でやれば大丈夫です、はい、高く上げるって思うとなんか逆にトップしたりとか、はい、じゃあですね15ヤードの看板にちょっと柔らかい球でキャリーで打っていただけますか？はい、安定して低い球ですね、はい、でも今の捉え方もやっぱりいいですよ、はい、あのやっぱり先ほどもお伝えしたんですけども、ボールを直接打とうとすると、はい、カツンとトップしたり、あとはざっくりしたりしやすいんですね。でソールとかバウンスをうまくこう滑らせて使えてますので、はい、いい捉え方してます。ただあの柔らかい球を打つときは少しフェースを開いたり、まあ、ロフトを寝かせるとも言うんですけど、はい、寝かせた状態から打たないとなかなか柔らかいボールは打てないんですよ。こう軌道がとかじゃないんですね。そうですね、軌道で変化させると今度当たらなくなって難しいですので、はい、うんうん、構え方だけ変えて打ち方はある程度一緒っていう方が簡単ですよね、はい、あ、構え方は変わる？変わっていいですね。変えないとなかなか
高い球打ちづらいですから。でもフェース開くとなんかちょっと、はい、怖いですね。怖いですか。ちょっとなんかシャンクしたりしそうな、はい、開いて打ってみてください、はい、おちょっと柔らかくなりましたね、はい、はい、いい感じです。構えた感じ、先ほどシャンクしやすい、はい、シャンクしそうだっておっしゃってたんですけども、はい、もう一度構えていただけませんか。ボールの位置が今真ん中か真ん中よりちょっと右足寄りになってまして、そうですね、はい、ボールの位置が右寄りでフェースを開いていくとネックに当たりそうじゃないですか。そう、ちょっと近くなりますもんね。そうですよね、ネックが出てきますからね怖いです。怖いですよね、はい、それでどうするかっていうと、うん、もう少し後ろに立っていただいて、後ろってこちらですね、はい、ボールが左に来るように立ち直していただいて、はい、このように構えるとどうですか。あ、こっちよりも、うん、そうですよ ね、 そうですね、右にあって開くとネックが前に出るのでシャンクしやすいんですよ、うんうんうん、でボールがちょっと左に来るように立ち直してフェースをちょっと開く、そうするとネックに当たりにくいんですよ、はいはい、なるほど。これだとシャンクがあまり怖くないと思うんですね、うん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 、でそれで打ち方としてはボールの手前にソールを落として、はい、ここからまっすぐ打つと、うん、なんか右に抜けそうじゃないですか、うん、そのままこのフェースの向きに行ってしまいそうな気がしますね。はい、ですから、うん、ここに落とした後は、うん、体の回転でボールを包んでいくような感じ。おー、まっすぐ出すと、はい、右に行きそうな感じしますよね。あれ、普段のアプローチはまっすぐでいいんですか。まあ、まっすぐでもいいですし、うん、ボールを包み込んでもいいですし、2通りあります。あんま意識したことないですね、はい、ボールを包み込んで、打つと、うん、ボールはこう抜けなくなるので、うんうんうん、前に飛ばしやすくなりますね。そうやって打ってるプロ引っ掛けちゃいそうな気がしますけど、うん、それはないんですね手先でこねると引っ掛けるんですけども、はい、うん、体で、はい、はい、これがですね、体で包んでいくとどういう動きになりますか、うん、でも前ですかね。前ですよね、うん、手首でこねると引っ掛けるんですけど、うんうん、体の回転で包んでいくと、うん、自分から見るとフェースはこねてないので、うん、ほとんど引っ掛けないんですよ、うん、ただ正面から見るとフェースが返ってるように見えないですか、うん、見えますね、はい、いろいろやってみよう。そうですね、もう少しボールが左に来るように、これでいいですね。構えで、あとソールを滑らせて打ってみてください、うんうん、お、柔らかい。柔らかいし上がりますね、はい、今だとスピンもかかってますからキュッと止まりますね。はいはいはい、そっかそっか、ポンと上げてスピンがかかってるんですね。ちょっとかかってますね、うんうんうん、これを練習していただければ、はい、ちょっと柔らかくて止まる球、うんうんうん、転がる球、はい、2種類のアプローチ、技として持てるので、うんうんうん、コースでやっぱりあの低い球だけだと、はい、なかなか対応できないので、うんうん、この柔らかい球はぜひ覚えた方がいいですね、うん、そうですね、はい、グリーン早い時とかもどこまでも行っちゃいますもんね。早い時とかピンが手前の時、はいはい、あと砲台グリーンですよね。で先ほどあの振り幅で距離を合わせるって、はい、あのおっしゃってたんですけども、うん、あのプロはあんまり振り幅では合わせないんですよ。です例えばこう大きい振り幅でも、ゆっくり振ると飛ばないですし、お小さい振り幅でも、はい、ポンと強く打つと飛びますので、うん、はい、インパクトの強さ加減だけで合わせてるんですね。強さ加減じゃダメな気がしてましたあ、そうですか、はいはい、なんかこう手で打ってますって感じがして、うん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 、もう何も力を入れず振り幅ですよねって思ってたけど、はい、そんなことはないんですね。これから70代とか出してほしいので、出したいですね、はい、そういうのも、はい、あの頭に入れながら練習すると、うんうん、いいと思います。あ、ちょっと練習方法変わりそうですね、はい、あとはですね、もう一つ、はい、低い球を打つときは、
近くに立って構えて、はい、でボールを上げるときは少し離れて立てると、うん、もう少しうまくいきますね。結構差があるんですね。そうですね。ちょっとですね、一回後ろから見ていただいてもよろしいですか。はい、例えばサンドエッジでも低い球を打つときはボールちょっと右に置いて、うん、ハンドファーストに構えるんですけども、はい、この距離は割と近いんですよ。近いですね。近いですよね。でバンカーの時も一緒なんですが、はい、ボールを高く上げる時はちょっとずつこう離れていく感じなんですね。でボールは左に寄っていく感じです、はい、こんな感じなんです。ちょっと極端にやってますけど、はい、こういう感じです。でも確かにバンカーはこんな感じのイメージですね。バンカーこういう感じですね、はい、ですからハンドダウンになってきます。低い球、はい、ちょっと柔らかい球、うん、結構柔らかい球、ロブショット、バンカー、バンカー、はい、バンカーでもこうあまり上げなくてよくて遠くに飛ばしたいっていう時は普段のバンカーよりは少しこう近くに立ってもいいです、ね、なるほど。そうすると前に行きますから、はいはい、これを離れてってフェースを寝かせてくるとだん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 こう前に飛ばなくなってくるんですね、うんうんうん、フェースがどん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 こう上向いてきますから。なるほど。バンカーも全部この幅とか強さで変えようとしてました。なるほどですね。スタンスは一緒でした、立ち幅、はいはい、これを覚えておくといろいろ今後ゴルフやる上で役に立ちますよ、はい、あ全部につながってるんですね。全部につながりますね。それを踏まえて、はい、今度は低い球1球、うん、高い球1球打ってみてください、はい、ちょっと打ち比べてみます、はい、打ち方は今まで通りでいいです、うん、はい、うん、全然違いますね、こうやって打ち比べると、はい、じゃあ今度は高い球、はい、柔らかい球打ってください。柔らかい球ちょっと離れて、はい、ボールに当てない感じが大事です、うん、お、柔らかいですね、うん、いいですね。なるほど。今度柔らかい球で25ヤードぐらいキャリー打ってみてください。25くらい、はい、はい、振り幅は特に変えずちょっと強早くする。そうですね、はい、早く振ろうとした結果、うん、振りが大きくなるっていうイメージですね。あ、うん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 、なるほどですね。ここに落とそうと思っても、はい、なかなか落ちなくて、うん、ボールに当たってしまう傾向が強いんですよ。あ、でどう打ってるかというと、はい、低い球を打つときみたいに、うん、割とこうノーコックで上げてますんで、うん、ノーコックで当てる上がるとそのまま戻ってきて、うん、歯に当たりやすいので、はい、スッとこうコックしてバンカーに似てますよね、うん、これぐらい手首曲げて打ってみてください、はい、ポンで打ち終わった後は、はい、はい、もう少し胸を回転してください。そうですね、こうなるといいです。へー、手首はこういう感じです、はい、これで25ヤード打ってみてください。へー、すごい飛んでっちゃいそうです。はい、お、はい、今のはうまくいきましたね。はい、あれはスピンかかって止まります。うーん、ただキャリーで30ヤードぐらいいってますね今だとちょっと飛びすぎてますね、はい、で同じ打ち方で距離を打ち分けてみてください。うん、あ、うまい。お、うんうん、お、いい感じですよ。なんか全然違います今までのアプローチと、うん、バンカーショットではなくてあくまでアプローチなので、はい、スタンスはもう少し狭くていいですね。確かにちょっと広いですね。はい、狭いスタンスで、はい、そうですね、フェース開いてソールを地面に落としていく感じです。落として、あ、今の結構いいですあれぐらいバウンス使えるといいですね、はい、このバウンスっていうところを地面に落としていくんですね、うん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 、でフェースを開いて構えるとどうですか。浮いてますね、フェースを開くと刃が浮いて、はい、バウンスが下に出てくるんですよ。刃が当たりそうです。刃が当たりそうですよね、はい、で刃が当たりそうなので気をつけないとトップしやすいんですよ、はい、ですから確実にボールじゃなくて
地面にこのバウンスっていうところを落としていくんですね、うんうん、で落としてってあとは自然に滑らせると、うん、で当たると刃が下に下がるように設計されてるんですよ。そこはまあ意識しなくて大丈夫ってことですね。意識しなくても大丈夫ですね、はい、こう構えた時は刃が浮いてるように見えるんですけども実際打った時にこのお尻の部分バウンスが地面に当たると刃がポヨンとこう下に下がるように設計されてるんですね。地面にバウンスを当ててグリップをスッとこう引っ張ると立って滑るこういう現象が起きます。なるほど。じゃあまずサンドエッジで低い球行ってみます。はい。ボールの位置は近くて、はい、でやや右足寄りですね。でハンドファーストになりますから、うん、ボールは自然に低くなります、うんうん、これはコックとかあれですよね。コックは多少は入れるんですけど、うん、ノーコックのイメージですね、うん、自然にコックが入る分には問題ないです、うんうん、でもう少し柔らかく打つときは今度はボールが真ん中よりもちょっと左に来て、はい、うん、フェースをちょっと開きます、はい、で開いてポン、うん、こんな感じです。確かに球が違いますね。ちょっと弱いですよね、はい、柔らかい球で。でフェースを開いてちょっと柔らかい球を打とうとした時点で直接もうボールに当てるイメージはないですね。うーん、音聞いていただいてよろしいですか。はい。音いかがですか。カツンっていう直接ボールに当たってる音じゃなくて、うん、ちょっとこうもさっとした音、うん、ちょっと鈍い感じ、鈍い音出ますよね。あれが最初にボールじゃなくて地面にバウンスが当たって、うん、そこから滑ってボールを飛ばしていくっていう現象になってます。でさらにもうちょっと柔らかいボール打ちたいっていう時には離れてフェースももっと開いて寝かせて上向けます、はい、でこれも同じように直接ボールに当てる意識はもうないですね。ちょっとあれですね、コースに出て、はい、ボールを見た時点でどの打ち方でやろうって意外と考えることがありますね。そうですね、まず柔らかい球と低い球と2種類打てれば大体なんとかなります。ピン位置を見て。そうですね、はい、どうしてもやっぱりこう、うん、柔らかくて止めなきゃいけない状況ってありますから、うん、その時に先ほどの打ち方がパッと一発でできると理想ですよね、うん、そうですね。もうそもそも全く新しい打ち方を今日初めて知ったので、うん、あ、そうですか、はい、面白かったです。うん、低い球打つ時はすごく上手ですので、うん、あと高い球を打てるようにして自分の引き出しをもう一個持てると、うん、コース行った時にいろんなところからこう寄せられるようになりますので、はい、グリーン周りは、うん、もう問題ないんじゃないかなと思います。ちょっと成長しそうです私も。そうですね、うん、上手い人がやってる、はい、スピンとかもこれでできるようになるかもしれないですね。そうですね、いけますね、うん、スピンもあれでうまく打てるとかかりますので、うん、大丈夫です、はい、ちょっと練習頑張ります。はい。